南極の棚氷。フィルヒナー・ロンネ棚氷は青で示されている。フィルヒナー・ロンネ棚氷は南極にある棚氷。ウェッテル海の南部を覆っている。フィルヒナー棚氷とロンネ棚氷を併称したもので、ロンネ・フィルヒナー棚氷とも呼ばれる。南極半島とロンネ棚氷、フィルヒナー棚氷、ウェッテル海の南部を覆う棚氷で、面積は約45万平方キロメートル。 南極のタナゴーリでは、ロスタナゴーリに次ぐ広さを持つ。バークナー島伊勢をロンネタナゴーリ、バークナー島以東をフィルヒナ,ー,タナゴーリという。西にエルスワースランド、北西に南極半島、東にコーツランドに囲まれている。アルゼンチン、イギリス、チリがフィルヒナーロンネタナゴーリの全域もしくは一部の領有を主張している。三カ国の主張は重複している。イギリスは、 成形20度から成形80度の範囲をイギリス領南極地域として領有を主張している。アルゼンチンは成形25度から成形74度の範囲をアルゼンチン領南極地域として領有を主張している。チリは成形53度から成形90度をチリ領南極として領有を主張している。いずれの主張も南極条約により凍結されている。 フィルヒナー・タナゴーリの頭部は、1912年の1月から2月にかけて、ビルヘルム・フィルヒナー率いるドイツの観測隊によって発見された。フィルヒナーはこの土地の名を、ドイツ皇帝・ビルヘルム2世に献じようとしたが、皇帝は発見者の名をつけることを望んだ。ロンネ・タナゴーリの名は、アメリカ合衆国の探検家フィン・ロンネの名にちなむ。 ロンネは1947年から1948年にかけてアメリカ海軍予備隊によるロンネ南極調査探検隊を率いた。ロンネの探検隊は1947年11月から12月にかけて2回の航空機による観測によりこの棚氷の北部を発見し写真を撮影した。ロンネは棚氷をラセターシェルフアイスと名付け、 その南部に広がる陸上と考えられた地域を、エディス・ロンネは、フィンの妻で、探検隊の一員であり、胴体に参加したジェニー・ダー・リントンと共に、南極で越冬した最初の女性の一人となった。1957年から1958年、アメリカ合衆国は、国際地球観測年に合わせて、エルスワース基地を設置し、ロンネが率いてこの地域の調査が行われた。 その結果、タナゴーリはそれまで考えられていた以上に広く、大陸と考えられ、エディット・ロンネ・ラントと命名されていた地域の大部分を含むことが分かった。ジェームズ・ラセターの名は、パーマーランドの海岸にも命名されていたため、アメリカ合衆国の南極地名諮問委員会は、この巨大なタナゴーリをロンネ・タナゴーリと命名することを承認した。ロンネの指揮のもと、このタナゴー氷が最初に観測され、 探検されたことを記念するものである。ありがとうございます。